こんにちは、ガチョウです。本日はですね、GBG 使っていきます。珍しいよね。まあ、このヒーローね、あんまり使われてはいないけど、まあ、普通に強くて、なんか別に不遇ってほどでもない、なんかいい立ち位置にいるんじゃないかなって思ってます。はい。で、僕もね、久々に使うんですけど、まあ、ポチタがね、いい感じに、相性いいかなって思ってるんで、まあ、デッキ的にはいいデッキ組める、まあ、ちょっと色が2色しかないんですけど、なんか変な感じ変わってるから、はい。さあ、まあ、まずは自陣回収して HA でぶっ飛ばしていく。このね、今回のコンセプトはウラと GBG でもうどんどんね、ぶっ飛ばしていこうのね、作戦でございます。はい。まあ、なんか結構ウラ上位帯でもね強いんですよ。そう、初めて昨日ね、S7 マッチ潜ったんですけど、昨日ってね金曜日でね、はい、普通にめっちゃ大量発生して、なんか固定でもノラマッチとかするんだけど、ウラさんとか相手にね来たりして、結構ガチ運用でめちゃくちゃ流行ってます、まあ、って感じで、まあ、ぶっ飛ばしが環境的に普通に強いのかなっていう話で、ちょっと GBG も面白いかなっていうところで使ってるんですけど、このキャラね、めっちゃいい。何がね、一番悪さしてるかっていうと、ポータル貫通。HA がポータル貫通するのがめちゃめちゃ当たるね。避けようがないんで、もう普通に頑張って避けるしかない。けど、そのイグニスとか、まあ、マリオとか、なんかそういう、ね、引っ張りじゃないけど、線が出て、まあ、芥川の HA もそうだけど、バーってね、なんかいろいろやる系のHA で、まあ、その中でも結構当てやすい部類かなって思うので、まあ、どんどんね、判定広がっていくんで、そう、結構ね、僕みたいな初心者でも使いやすかった。で、通常もそこそこ軽く出るし、もう工場、ほとんど工場で組めるんで、めっちゃ強い。今、千本桜積んでるんですけど、この枠突き足でいいんで、まあ、突き足全天バーゲンギアとか、あと、ディバー全ミミミとかで、まあ、可能には体力で耐えようっていうデッキも、まあ、工場で組んでる人の中では結構いますね。はい。まあ、そこそこ体力あるっていう、ほら、1万超えてるからね。普通に全体的に優秀っすよね。HS も合わせ性能あるんで、一応。そういう面でもなかなか優秀なんで、なんか、こうやって改めて使ってみると、全部が高水準だなっていう感じはしてます。はい。って感じで、1試合目から、まあ、平面ステージでね、めちゃめちゃ暴れました。やっぱ平面がいいよね。ダンスあると弱い、正直。まあ、HA が壁に当たっちゃって、高低差に弱いんで、飛ばないですよね。ボートラー貫通するんだけど、ダンサーは無理なんで、まあ、ちょっとそこでステージ選ぶのかなっていう。まあ、そこが、その、普通に強いんだけど、あんまり使われない理由なのかなって思ってます。はい、2戦目は、結構スターパーク。まあ、嫌いなステージではあるんだけど、GBG にとってはかなりいいステージかな。で、まあ、バーゲン抜いて可能に積んでます。結構ね、前線が固めなので、砲タンクいてあんまりこっちまで来ないから、可能に積んでもいいかなっていう感じで、いろいろね、ウェポン変えてやってたりはしてました。はい。で、こっからもう HA して、で、ダメかかったら週刊に割ってもらってみたいなができるから、ガチで強い。これも相手、まあ、キルスプとかアタッカーが GBG の方まで来て、倒してからスタートみたいな感じにするしかないんで、まあ、そう考えるとマジでステージによってはありえんぐらい強いからな。ね。はい。で、反対側にも届いてしまう。で、ダメが切れたんで、もうテサラされたいんですよね。はい。ドカーンって、ウラと一緒に飛ばして、でもうポータルにすら来れなくて、さあ何するんだっていう、この毒穴もわざわざ踏まなくていいという、ね、素晴らしいです。で、相手が、
まあ、地震来たんですけど、地震は味方に打ってもらって、金の根をね当てに行きたい。初見なんでまだ当たるかなってことで、はい、見ないっす。でちょうど毒穴あるんで、今のうちに死んでおこうかなって思ったんですけど、ダメだった、消えちゃったね。はい、まあまあまあ、 A は、まあ、下位に取って回復してもらって、僕は後ろから HA するだけなんで、まあ、味方回復しつつ HA で回復できればいいかなって感じではあるって思ったら、アングリフ来たんで、まあこれ休みね。アングリフさ、意外とダメージ出るよね。その 70% の固定ダメージじゃなくて、なんか直接当たってる時のダメージが普通に痛い、防御低いキャラだと。で味方がいい感じに溜まったんで、一旦チェンジして味方に任せますよと。でこれもね、まあ、イデアもあるし HM もあるし、うん、大丈夫かなって思ったら、なんか突っ放げてるし右側から、はい、まあ多分ね、その自衛も結構体力が高かったり HA 突破したりしてあるんで、どれでもそこそこ強いのかなって。結構なんか GBG キーナイコンなんか1人か2人かいたよね、ノラシーズンとかで。ピカチュウも確か GBG でキーナイコン取ってますし、ノラで他にもなんか1人か2人いた気がしたんで、なんかノラ性能の方が高いのかなっていう印象はあります。まあ、今多いのはなんか新速度がめっちゃ多いですね、上位帯は。びっくりした、めっちゃ流行ってるやんって。うん、4カズシと最強デッキの芥川が、まあ、強くて、まあ、アタッカー奥は結構人によって自由かなっていうところですかね。はい、ラストはツッペル工事現場で、相手がグスオミで加速だね。うん、加速なんで、とりあえず1枚はイデアで切れる。回復さんだったら、かけ切れば、ただゆっくりしていくだけの相手なんだけど、まあ多分、加速に回復になんで、もう1枚の加速は、頑張っていなさないといけないなっていう感じはしてます。はい。で、まあとりあえず、イデア切ります。で、イデアと、ミドゲネがいい感じに噛み合って吹っ飛んでくれた。うん、あれ多分突き足入れれば耐えるかなって感じで、あ、ナイスナイス、素晴らしい、波動拳が強い。うん、でフルーク入れてくれた。でダメカは入ってる、はいはい、ナイスかのね。じゃあもう大丈夫だね、第一フェーズはしのぎましたよと。うん、なんか思ったよりね、この編成あんまりかもらえるみたいなことなかったですね、 GBG は。なんでだろうか、まあ、時間帯的にキリスプが少なかったのか、なんかステージ的にキリスプが少なかったのか、結構いいツッペルケイオスブリックかなの日だったんで、うん、なんでなんだろう、めっちゃ強かった。はい、飛ばす、ダメかきる、こっち来るんで頑張って自衛しつつ H で飛ばしてあげたい。はい、ナイスくれて、でこれでかいの当ててあげてキルして、うん、でナイス緑ね。やばいよね、こんなどん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 吹っ飛ばされてさ、そのサイレントかかってなくても点灯回避するのに相手カーブ切んないといけなかったりするんで、でそのまま転倒してくれたら通常で拾えたりするんで、結局ねこれだけでカード吐かせられるっていう、マジで強い。しかも習慣のも可能にもしっかりあるから、なんか意外とシナジーあるよね。うん、付けじゃないけどこれはバーゲンで受けようかなっていう感じです。はい、で味方は桜で受けてくれて、加速来たんでイデア打ちます。ダメか切っちゃった、中華の、うん、うわもうこれは無理だね。まあカードリンギリ見えたんでパパミンに対して落ちたキットのは良かったんだけど、それを見越してしっかりね相手のみも可能に構えてたんで賢い。はい、
飛ばします、ドン、飛ばします、もう一回触ってもらって飛ばします。やばいよねこれ、なんか本当にいいのって感じがしますけどね、いいの本当に。いやめっちゃ強そうでしょ、ぜひね騙されたと思って使ってください。意外と初心者でも使いやすいんじゃないかなって思ってる。パッと使ってパッとね、あ強いわ楽しいわってなったんで、はい、そんなこんなで、ステージ選べばめちゃくちゃ強いよっていう GBG でした。ありがとうございました。